しーちゃん、わざわざ呼びに来てくれたの？何度も呼んでるのに全然来ないからでしょ。って、何見てるの？小さい頃のアルバムよ。実は今日部活が終わった後に朝比奈さんに相談に乗ってもらっていたの。朝比奈さん、ああ、あの目立つ弓道部の人か。ええ、とっても頼りになる人なのよ。それでね、朝比奈さんと話しているうちに小さい頃しーちゃんと一緒にしたお月見のことを思い出したの。お月見？ええ、あの時の写真が見たくて探していたんだけど、どの写真のしーちゃんも可愛くて。はいはい、念のために聞くけど、その写真誰かに見せるつもりじゃないよね。今のところは考えていないけれど。そうだわ、せっかくだし朝比奈さんに写真を見てもらってしーちゃんのことを知ってもらうのはどうかしら。絶対にやめて。朝比奈先輩だっていきなり私の話をされても困るでしょ。そうかしら。でもしーちゃんこんなに可愛いのに。ほら、この時なんてお口にソースをつけて。その写真誰かに見せたらもうお姉ちゃんと口聞かないから。